こんにちは、ママルコです。今回はスプラトゥーンをプレイしていて中身が気になっちゃうものを調査してみました。意外なものもあったので、ぜひ最後まで見てください。それでは行ってみましょう。サーモン欄のグリルの中身が気になったので見てみましょう。ちょうどこっちに来たタイミングでウルトラ着地をすると見えるって情報があったので、チャレンジしてみたいと思います。行きます。ちょっと見えないけど、スローにしてみます。な？これなんだろう。ナス？キュウリかな。ズッキーニとかかな。ちょっと別の角度からまたもう一回見てみましょうか。早くてわかんないですね。スローにしてみましょう。なんかさっきまん丸の白い目玉みたいに見えたものあったんですけど、どうやら魚の目でしたね。もう一回見てみましょうか。あ、結構中見えたんじゃないかな。スローにしてみます。あ、トウモロコシみたいの見えましたね。あ、さっきのズッキーニっぽいのもあって、真ん中のまん丸のはなんだろう。丸いもの、色がね、あんまちょっと見えにくいんですけど、丸いもの、ミニトマトとかかなですかね。わかんないけど結構ゆっくりにしたら見えました。すごい。マヒマヒのステージの外でクラゲちゃんたちがバーベキューやってるんですけど、何焼いてるのか気になっちゃったので見ていきたいと思います。お散歩モードで近づいて見てみましょう。何焼いてると思いますか？あのオレンジ色っぽいのはくるんってなってるのでエビっぽいですよね。隣の黄色いのはグラタンに見えるんですけど、違うかな。バーベキューでグラタンやんないですよね。え、なんだろう。内側がちょっとこう薄いオレンジみたいな、黄色みたいな、外側がグレーっぽくて、え、鮭かな。鮭の切り身とかかもですねえ、そうなのかな、合ってるかな。鮭の切り身とエビかなって思いましたみんなはどう思いますか？売買店の天井に大きなラーメンありますよね。ラーメンの中身がどうなってるのか気になったので見てみましょう。何味のラーメンなんだろう。食ワンダーで近づいて見ていきたいと思います。いきます。ここかな。あ、すぐ終わっちゃった。え、今クラゲちゃんいませんでした？え、熱くないのかなラーメンの中に入っちゃうと落下判定になってすぐ戻されちゃうみたいです。もう一回ね、行ってみましょう。行きます。ここかな。よし。あ、クラゲちゃんやっぱりいました。え火傷しないのかな。あと海苔とメンマとネギかな、とナルトがクラゲちゃんの形なのかタコの形なのか、どっちなんだろう。美味しそう。大きなナルト入ってます。担々麺かな。味噌っぽい気もするけど、どっちだと思いますか？こんな感じでした。スプラトゥーン2のオクトエキスパンションに登場するグソクさん、前からチラッと見えるのが気になってたんですよね。この背中にあるマーク、
なのか何なのか。スプラ3のハイカラスクエアのカフェに行くと、クソクさんが窓際に座ってるんですけど、あ、小ジャケいる、かわいい。撮影モードでズームして見てみましょう。ん？2の時より派手になってる？あ、違うか、見えなかっただけかな。なんかすごい可愛いのいっぱいついてますね。ちなみに逆側はどうかな？え、こっちにもなんかある。こんな風になってたんだ、知らなかった。ゴミ箱って街に結構たくさんあるんですけど、中身がどうなってるのか気になったので見ていきましょう。まずはハイカラシティ。ん？なんだろう、セメ？ね？え、怖っ。右側は魚の骨、左側は目みたいなの見えますよね。真ん中は紙くずかな。わかんない。次はロビー。あった、水色の瓶、綺麗な色。サイドオーダーの秩序の街のここ、中見えそうなんですけど、あ、クラゲちゃん？クラゲちゃんいた。なんで？自分から入ったのか、誰かに入れられちゃったのか、どっちなんだろう。狭いところが好きなのかな。かわいいけどちょっとかわいそうな気もする。もう一個、こっちはどうだろう。あ、空っぽだ。ハイカラスクエアの自動販売機の横のゴミ箱は空っぽですね。ハイカラシティのナーバトラーの横にある2つのゴミ箱は、あ、ここも空っぽ。ダウニーの近くのゴミ箱3つあるんですけど、あ、ここも空っぽですね。イカッチャのロッカーちょっと開いてるんだけど、中身見えるかな。ん？なんかトレーみたいに見えるけど、お皿なのかな。もうちょっと近くで見たいんだけど、これが限界かな。サーモンランのロッカー、自分のロッカーにはドライヤーとスプレーかな。この端っこのロッカーはどうかな。あ、イカッチャにあったのと同じっぽい。黄緑色のトレーみたいなのが入ってます。なんでこれなんだろう。スプラの世界では必要なものなのかな。謎。ということで、今回は中身が気になっちゃうものを調査してみました。他にも調べてほしいことなどあればお気軽にコメントください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。また見てね。バイ。